ポール・アレクサンドル・ルベルモンドは、フランスのもトレーシングドライバー。フランスを代表する、人気俳優のジャンポール・ベルモンドの息子として、パリ郊外のブローニュ・コールビアンクールで生まれる。1981年に、モナコのステファニー王女の恋人であるとして、報道されている。1979年にレーシングカートを経て、1982年に、 フォーミュラルノーに参戦し、1984年には、フランス F3 選手権にステップアップした。最高ランクは1987年度の6位。その後は、国際 F3000 選手権にステップアップ。1990年には7位にランク。1992年1992年に、 前年まで活動していたレイトンハウスチームの参戦停止を受けて過去のチーム名に戻したマーチ F1 チームのセカンドドライバーとして参戦を開始した。しかしメインスポンサーを失い開発の予算もままならないことからファーストドライバーのカール・ベンドリンガーともども前年からほとんど進化していないマシンに手こずることとなる。ハンガリー GP では 安定したレース運びで9位に食い込むものの、シーズン途中で新たなスポンサーを持ち込んだエマニュエル、ナスペッティと交代させられシートを失う。1994年1994年、イギリス GP でのベルモンドマーチが1992年シリーズ一杯で撤退したことなどを受け、1993年は F1 のシートを得られなかったものの、 1994年シーズンから新たに参戦したパシフィックのセカンドドライバーとして再びシーズン参戦を果たす。しかし、同チームのシャシーは1991年にレーナードが F1 参戦を狙った際にロリー・バーンとパッド・シモンズが設計したものに改良を施し、イルモアの型落ちエンジンを搭載したものであり、2台揃って、 予選を通過したのは、カール・ベンドリンガーのクラッシュで、ザウバーが欠場した、モナコ GP と、シムテックのアンドレア・モンテルミーニがクラッシュした、スペイン GP のみという状況であった。結果的に、前シーズンを通じてベルモンドが、決勝に出たのは、この2レースだけで感想はなし。ファーストドライバーで、ベテランのベルトランガ賞も、決勝進出は5レースだけであった。 1994年シーズン限りで F1 を去り、その後は FIAGT 選手権に活動の場を移し、1999年からは同選手権にポールベルモンドレーシングのオーナー兼ドライバーとして、クライスラーバイパー GTSR で参戦していた。また、パリダカル・ラリー・アルマン24時間レースにほぼ毎年参戦している。他、俳優として、 テレビドラマや映画にも数多く出演している。ありがとうございます。